暗いと不平を言うよりも進んで明かりをつけましょう。今回は煉獄についてお話ししたいなと思っております。煉獄って言いますとね、カトリックの方でさえも今ね、なかなか信じなくて、天国と地獄は信じるけれども煉獄があるかどうかっていうのをね、疑っている方もあるかと思うんですけれども、煉獄は絶対あるんですよ。私のね、母がね、もう行ってきたかのように話してましたから。で、煉獄っていうのは、うちの母が言うにはね、天国にはまっすぐにはなかなか行けないって、まあ、聖書にもありますよね。天国へ行くにはラクダが針を通るよりなんか難しいもんだっていうことを聖書の中にありますので、母が言うには、私もなかなか天国に行きがえんと思って、亡くなったら煉獄へね、やられると思うから、もう経済の許す限りゴミサバ立ててくれるよって言うんですよ。もうとにかくゴミサそれば立てよったらさ、その煉獄にゴミサを立ててる間ね、冷たい水がポタポタと落ちてくるんですって。そして涼しい風も吹いてくるんですって。そしたら自分はもちろん一番中心だから、冷たい雨にも風にもね、当たって余暇気分になるって。でも周りの人もね、自分の周りにいる人もちょっとぐらいはそういう恩恵を預かれるって言うて、母が言うんですよ。この人煉獄に行ってきたんかいな、私は思ったりしてたんですけど、よくそういう話をしてました。煉獄の霊魂がこの世に現れた話が高井の火花っていう本の中に書いてあるんですけれども、1918年の9月から1919年の11月まで、煉獄のね、霊魂がある修道院の院長様のところに現れてるんです。28回現れたらしいですね。で、それはそこの修道院はすごく戒律の厳しい修道院ですので、玄関に大きな壁があって、で、小さいこういうふうな窓がありましてね、その窓と下界と結んでるらしいです。で、小さい車がありまして、で、お客さんはその車の中に伝言なり何なり入れて、ピューッとこっちの方やりますとこっちも分かるっていう感じで、そういうふうな本当に厳しい修道院の院長様のところに現れたわけなんですね。で、ジューリラ、イタリアの話ですので、ジューリラのお金を車に積んでこちらに来る。それでびっくりして、院長様、ジューリラ言ったら、今で言ったらね、何十万リラらしいです、貨幣価値で言ったら。その頃のジューリラ言ったらね、1910年代のことですから。それでびっくりして、こんな大金をいただいてて、これ悪魔の仕業ではないかなって、まあちょっと疑ったらしいんですけどね。それで、何をあなたご希望なんですって、お祈りですか、ゴミサですかって言ったら、その義務はありませんって最初は言うんですって。で、ただお金を持ってきては悲しそうな声でそんなことを言うだけでね、何を目的でこの人はお金を持ってきてるんだっていうふうに思ってたらしいです、その院長様が。そしたらだん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 声が元気になるんですってね。ゴミサを立てたり、それから祈りをしてあげたりしてるうちに、だんだん元気になってきて、で、最後の方では自分の身の上を明かしたらしいです。実は自分はもう40年もね、煉獄にいるんだって。というのは、自分は本当は司祭なんだって。司祭だったけれども、教会の財産を乱用してしまってね、その罪で煉獄に40年間も留め置かれてるって。で、このお金は神様の許可をいただいてね、持ってきてるので、それはもう遠慮なくいただいてくださいっていうことで、それで悪魔の仕業ではなかったっていうのが分かってね。で、まあそのお金はいろいろとその修道院で必要なものに化けていったらしいんですけどね。最後の日なんですね。その28回目の最後の日に、その神父様の霊魂がいらしてね、それで「ありがとうございました」って、ものすごい明るい声なんですって。「私も清められました」って、煉獄でね、清められて、これから天国へ向かいますって、本当にありがとうございましたって言ったその瞬間に、その院長様は
そういう修道院の玄関にいるのにね、なんか大きなお花の咲いた野原にいるような気持ちになったんですって。それでパーッとその上から太陽の光が降り注いで、もう何とも言えない光にその人包まれたような気持ちになって、解放されるというか、なんかそういうのものすごい嬉しかったらしいですね。でその時にパッと見上げましたら、それも下界になってて、その神父様の魂がきれいな美しい光に包まれてね、天へ昇っていく、天国へ昇っているのを見たらしいです。ですのでそれはその方の幻覚とかそんなんではなくて、もうきっちりきっちりもう毎回日記をつけておられるんですね。その方はこうであった、ああであったっていうことを。そして1921年、そのあってから数年後にバチカンの方がそれを認めて小冊子にして皆さんに配られたらしいです。それが日本でも高井の火花っていうことで読めますのでね、また興味のある方読まれたらいいなっていうふうに思うんです。聖人の女性の方がいるんですけども、聖女ですね、その方のところにもたくさんの方がね、霊魂が来るんですって。煉獄にいるからお祈りしてくださいって、天国へ行きたいと思うからお祈りしてください、お祈りしてくださいって言うんですってね。でその方にはイエズ様が現れたりね、マリア様が現れたりして、直接お話ができる方だったんです、その方は。でその方が一度イエズ様に聞いたらしいですね。煉獄の霊魂で例えば聖職者の親戚とかそういうのはどうなりますかって聞いたらしいです。神父様とか司教様とか、あるいはシスター方の魂、それからそのゆかりの人たちの魂はどうなりますかってイエズ様がご出現なさった時に聞いたらしいです。そしたらイエズ様は、聖職者は自分の兄弟であると、そしてシスター方は自分の花嫁であるって、だから兄弟をね、誰が見捨てるかって、そして花嫁のゆかりの人たちを誰が見捨てるかって、花婿は見捨てないって、だから自分はその聖職者、あるいはそういうシスター方のゆかりの人たちは全部ね、見捨てないで天国へ連れていくって言ってくださったんです。だから私はもうすごい希望を持ちました。だから皆さん、神父様、シスター方ととにかく仲良くしてください。そして自分も一緒に天国へ連れて行ってくださるようにお祈りしたらいいかなと思うんです。煉獄の本とか読みますと、煉獄の霊魂っていうのはね、やっぱりこういうふうな私たちの姿になってこの世に来るっていうことを神様が許してくださる時があるらしいです。というのは、煉獄はあるんだよって、神様が、そしていつも心の準備をしなさいっていうことのために、煉獄の霊魂を使って、で煉獄の霊魂を人間の形にしてね、やっぱこの世にもう一回使わしてるっていうことがあるらしいんですね。だから私たちはついついね、煉獄の霊魂というともう見えないもんだ、そうだと思ってるんですけれども、やっぱり時にはゆっくりした時に、煉獄の霊魂がね、自分たちにお祈りしてくれって、ご御座を立ててくれって言ってお願いしに来てるんではないかなっていうふうに思ってみたらどうかなっていうふうに思うんです。でこれはね、ついこの間聞いた話なんですけれども、なんか自分では罪を犯して亡くなったって思ってる女の人がいてね、その方はなかなかそのご御座を立ててもらえなかったらしいですね。カトリックの方ですけど、それで自分の甥のお嫁さんにね、夢枕に立ったらしいです。私は今ね、煉獄にいるんだって、皆さんのお祈りとそれからご御座が本当に必要なんだって、だからどうかよろしくお願いします言ってね、ご御座をとにかくせっせっせっせとね、立てたらしいですよ。せっかくその夢枕にまで立ってくれて言うんだから言って、でその甥のお嫁さんはその人の生前を知らないんですよ。生前知らないのにその現れて言ったらしいのでね、よほどだと思ってご御座を立て続けてたら、ある時にやっぱり夢枕に立ちましてね、ありがとうございますって、もう清められましたって、
ゴミさんのおかげで清められましたって、あなたたちのおかげですって言ってね、マリア様がねお迎えに来てくれて天国へ行くっていうことをね、またね、わざわざ夢の中で言ってくださったらしいんですね。でマリア様は時々煉獄へ降りてこられるらしいです。そして自分の飛翔天の日、8月15日の飛翔天の日で、11月1日の処世人のお祝い日の日、ほんで11月の2日の死者のための日、マリア様が降りてこられてね、たくさんのね煉獄の霊魂をね、何百万っていう数字も読みましたけれども連れていくんですって、マリア様が。それで一番ね多い日がクリスマスの日、イエス様の生まれた日のあのクリスマスの日にね、たくさんたくさんのね魂をねマリア様が連れて天へ昇られるらしいです。ですので私たちはいつもねマリア様、それから聖人方、それから背中についてくださってる守護の天使にお祈りをしてね、まっすぐ天国へ行けるように、でもしも行けなかったら煉獄でね早く天国へ行けるように、で私たちがこの世に生きてる間にねたくさんたくさんお祈りをし、たくさんたくさんごミサを立ててたら、それもちゃんと神様は、あこの人煉獄にいるけど生きてる時にね煉獄の魂のためにごミサも立ててくれたということをね、神様はちゃんとお知りになって早く天国へ連れてくださるって言いますので、皆さんどうぞ煉獄の霊魂のためにごミサやお祈りを捧げましょう。ああイエズスよ、我らの罪を許したまえ、我らを地獄の火より守りたまえ、またすべての霊魂ことに主の御憐れみを最も必要とする霊魂を天国に導きたまえ。ファティマの聖母への祈り。